落ち込んだりもしたけれど、私たちは元気です。お店。どうぞどうぞ。でもちょっとじゃあ、語源学衣装か。ツアー。ツアー、ツー。スタートいたします。広い。ね、広くなっちゃったね。広くなった。ここね、撮影部屋にしてて。撮影っつったらこう置いて、撮影をしたくて。こんな感じかな。座ってするの。皆さん、こんにちは、シャリーちゃんのしほです。もうこれで、この辺までだよね、まず座るから。はい、じゃあ次は次は、こっちかな。テレビですね。横にスイッチ、横にね、左右にしほとリミ、しほとリミのスイッチがありまして、で、ここに緑の置物とリモコンとかで、中にはソフトとかが入ってるんですけど、最近全然やってなくて、テレビをね、起動してみたんだ。 Wii U とか Wii もあります。 Wii、 そこちょっと汚いんですけど。ここはなんかいろんな機械、そう、機械が機械のなんかコードみたいなのがあって、こっちが機械機械あとゲームソフトとファミコンも入ってるんだよね。ファミコン、ゲームの、クレーンゲームで撮ったファミコンが入ってる。見て、あー、あったね。あったよね。でも壊れてたりするんだよね。壊れててあんま使えなかったのもあるんですけどね。で、こっちは本当本体ですね。ほぼ本体。ほら、見て、ドラえもんが入ってる。本当だ。ファミコンにはなぜかドラえもんが立ってて、で、隣には Wii U があって、その下はケーブルとスイッチのあの容器、わかる？スイッチの容器、これはカバーみたいなのが入ってます。閉めます。で、その後ろにはね、こう待って、後ろにはピンク色の背景とソファーがあります。あ、こっちが昔のソファーかもね。そうなんです。これ10万人突破の銀の盾なんですけど、本当はこっちにしようと思ったんですけど、ソファーがすごいね、ごついっていうか、うんうん、なんていうの、大きいから、なんかあんまり、ね、見てて、うん、あんまなんか映えないというか、できない。何すんの、横つけようと思って大丈夫。あんま映えないんですよね。ちょうど これがね、こう来たとしてもちょっと余る、うんうん、中途半端なんですね。そうだね。次にね、使いを紹介します。机がさらっと見て、こんな、あ、さらっと見てこんな感じなんですけど、遠くない、ちょっと、あ、もっと近く行きましょう。近く行きましょう。さらっと見てこんな感じなんですよ。変わったなっていうのがちょこちょこありまして、うん、でもあんま変わってない、うん、ピンクなのは、ピンクで統一してるのは変わってない。何この鍵、自転車、トランク、あ、トランク、こっちが自転車、これは鍵コード、やめて、ちょっと朝るの。で、まず時計をつけてられない、あの、られてないんですよ。だからここに時計があって、2個、2個あって、どっちつけようか迷ってるんですけど、これ10万人いた時にもらった時計で、こっちがもともと使ってたグロメつけて、これもつけたんです。本当だ、え、ついてた、うん、つけたんです。気づかなかった、うん、つけたんでしょ、こうやって、うん、あと、ここに携帯と、なんか、元筆箱ちゃんです。今はこれの薄いピンク版使ってます。うん、このシリーズ可愛いんですよ。後ろに白コロで、こっちがホワイトボードに。シリにね、かっこいい英語ってやったら、かっこいいが出てきちゃって。なんでクールって言ってたの？そう、クールって言ってたから、こっち書いただけですね。あと、シューズセット忘れないようにメモってあります。本当だ。メモるの好きなんですよ、私。これってしーちゃんが書いた。そうだよ、しーちゃんが書いた。で、机の横には、こちらはね、あの、今度ね、違う動画で紹介していきたいと思うので、うん、待っててください、うん、じゃあちょっと遠くから撮って、ね、遠くから撮ってみてください。はい、お願いします。はい、何これね。ちょ、リミいじらないでね、いじらないでね。何これ、
で、でも本当にあと裏があるんですけど、裏はもうお酒やばい。いや、仕打ち道具取った時に落ちてたんです。ここがあの学校コーナー、絵の具とか粘土とかの学校コーナーで、あ、ちょっと開けないでくださいね。ここがあの日常生活で使うもので、ここがちょっとあのカービィとエイリアンのカバンで、下もね学校ですね、ガバンとか。カービィとエイリアンのカバン、カービィはね、あのね、物入れに使ってるんですけどね。あ、これ長女さんからいただきました、うん、ありがとうございます。で、こちらがクレーンゲームで撮ったんですけど、ディズニーの時に使いたくてまだタグとか撮ってないんです。うん、一回も使ってない、ね、これいいね。だよね。ここは機械類と、あ、閉められた。なんか変なところと、まだほぼ何も入ってないね。なんかキーホルダーとか入ってる。見えない。見て、これここに置いてあって。これ1リットル1キロ、うん、1キロ、もいかな。1リットルはあのお水の傘の方だよ。2年生の3学期で習うからね。あ、じゃあまだ2学期か。まだ2学期だから。はい、以上ですね。こちらが私の部屋っていうか、はい、半分からこっちはシェフの部屋で、うん、半分からこっちはもう撮影部屋っぽくなってます。ね、やっと有効活用が。はい、ミミも今のお部屋すごい気に入ってんでしょ。最初嫌だって言ったんですけど、今めっちゃいいって言ってね。見る、もう一回。もう昨日やったからいい。じゃあ終わったら行こっか、みんなで。終わったら行こう。褒められたいんでしょ。それではバイバイ。早く行ったの。いきなりぶった切った。